はい、今回の動画はこちら、画面にも出てますが booking.com に関する動画です。この booking.com のサービスの中に空港発着タクシーというのがあるんですけれども、これなんかねちょっとテストでやってみたりする感じ、日本のタクシー会社じゃなくって、あの日本で使う場合ね、日本で使う時に白タクが来るんじゃないかっていうような感じがするんで、それをちょっとねどんな感じなのかチェックしてみたいと思います。例えばこのbooking.comの空港発着タクシーで羽田空港から有楽町までルート検索してみると、まあ、こんな感じでスタンダードから大型ミニバン、エグゼクティブミニバンなんて感じで車種別にレコメンドがされるんですよね。でここからちょっとスタンダードを選んでみます。すると次はペイメントと連絡先の、まあ、登録画面になるんですけども、ここに提供元というのが出るんですね。でこの提供元よく見ると定人 OUYA オートモービルレンタルサービスってなってるんですよ。定人って中国の天津のことだと思うんですけども、まあ、ググっても日本のタクシー会社ハイヤー会社にはヒットしないと。でこれねここ以外にも、何社か出てきて、横浜方面とかに、まあ、設定変えて検索してみたんですけども、そうするとアメリカとか海外のいわゆるハイヤー手配会社みたいのになるんですよ。ただ日本のね会社名は出てこないんですよね。まあ何にせよひとまずこれで配車をお願いしたいと思います。というわけで羽田空港までやってきました。羽田空港第3ターミナルですね。結構出迎えの人がいっぱいいらっしゃいます。到着ロビーです。でまあ家出る前にタクシーは予約してきたんですけど、その後登録した電話番号の方に、メッセージが来てて、どの便で来るのというような感じの、まあ、日本語ネイティブの人ではない感じの日本語のメッセージが来ました。で、フライト自体は私ないんで、とりあえず羽田で仕事があってそのまま乗ってくんで、オンタイムの時間でお願いしますっていう感じで返事を出して、あと第3ターミナルですよねっていう返事をしたら第3ターミナルの駐車場で待ってるっていうような返信が来てましたんで、まあ、駐車場の方へ行ってみる感じかな。ちなみに今が17時36分、11時半ぐらいにbooking.com から確認のというかリマインドのメールは来ました。でメールの方から予約の詳細をチェックするページにジャンプできるようになってるんですけど、でその予約の詳細から今度は問い合わせの電話ができるようになってるんですが、電話番号を見るとプラス86だったかなになってて、中国本土ですね、中国メインランドの電話番号になってるようですと思ったら、ドライバーは到着しましたって言ってますね。ドライバーの元へお越しくださいになってます。ドライバーとの合流方法は入国審査を出て到着ロビーでドライバーが名前を持ったカードを持ってるとのこと。じゃあさっきのやっぱ到着のところにいるのかな。ちなみに電話するにしてみると、あ、一応日本の電話番号になってんだな。今ぐるっと到着口を見てみたけど、僕の名前をボードを持った人はいないな。駐車場の方に行ってみますかね。パーキングの3階にはいないっぽいな。ちょっとメッセージ送ってみるか。ひとまずパーキングのどこに行けばいいですかってメッセージ送ってみました。返信来ました。今パーキングの2階でいますとのこと。というわけで2階に行きますとメッセージしました。行ってみよう。あ、はい、サトルです。はい、はい、お願いします。はい、はい、お願いします。あ、駅でいいです。すごいかっこいい車ですね。かっこいい、ナイスカーね。僕はね横浜なんですよ。今日これから羽田でちょっと仕事があって、
で、まあ、ちょっと荷物があるじゃないですか。で今日夜、有楽町で飲み会なんで、ちょっと電車で行くのが大変なんで、ちょっと初めてこの空港タクシーって使ってみたんですけど、これタクシーなんですか、ハイヤーなんですか。日本でやると2種免許とか必要だから大変じゃないですか。今日は3回目の友達に、ね、代わりを頼まれる感じだったんですか。じゃあお姉さんは始めたばっかりなんだ、あのこのタクシーが。これは始めたばっかりなんだ、 3回目っていうこと。ああなるほどね。羽田3回目ってことは成田空港も行ったことある。東京から成田へ行くっていう感じか。そういえば高速は使わなかったですね。高速道路は使わなかったですね。止めやすいところでいいですよ。後ろ荷物あって、はい、よいしょ、はい、というわけで、有楽町までやってきましたが、完全に白タクでしたね。なんだろうな、まあ、白タクが空港で横行してるっていうニュースとか、まあ、情報は結構入ってたんですけど、こんなにね、なんか堂々とブッキングドットコムっていう日本でちゃんとこう営業している OTA が斡旋しているタクシーでなんか白タクが来るっていうのはちょっとやっぱりどうかしてると思うよね。自分的にはライドシェア全然大賛成で、もうとっとと日本で導入してほしいんだけど、それにはやっぱりこう日本のルールなり何なりを守ってちゃんとやらないとダメだと思うんだよね。そんなの売り上げはどんどん海外に行っちゃうだけだし、日本には全然利益にはなってないと思うんですよ。こういう状況だからこそ政府もライドシェア早く導入しようとしてるのかもしれないですけれども、まずはねこういったのはきっちりと取り締まるべきだし、日本で営業している OTA はちゃんと日本のルールを守った方がいいかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などよろしくお願いいたします。またね。